全国の中学生、高校生、大学生の皆さん、こんにちは。私はミレ韓国語学院の前田忠彦と申します。韓国ってね、本当に魅力的な国ですよね。そして、お隣の国ですから、これからねますます交流が深まって、日本と韓国が仲良く、そして若者が交流し合って、お互い文化を高め合っていく、そんなね関係になっていくはずの国なんですね。そういう時にはね、韓国語ができるともっと楽しくなる。 BTS とか TWICE とか、彼らが喋っていることがね直接わかるっていうことはね、本当に楽しいこと、嬉しいことですよね。韓国語を一緒に勉強してみませんか？11月の半ばから5回、50分授業5回、無料で皆さんと一緒に勉強したいと思います。そして5回終わったらカウンセリングを挟んで、ここまでの勉強がしっかりと定着しているのか、これからどうするのか、そんな相談をして、後半の5回、これはね、冬休み12月の半ば以降にちょっと集中講座的に固めてやります。これが5回、こちらはね有料になるんですけども、前半の5回は無料、そして後半は有料というふうに、そういうね特別セミナーを計画しています。土曜日の夜7時から初級、そして8時からは中級です。もう今週中にね募集を始めて、そして私と実際にオンラインでつないでお話をして、本当に頑張っていけるのかどうかを確かめた上で正式なお申し込み、そんな流れにしたいと思っています。11月14日土曜日が初日ですので、もう皆さん心の準備をなさってくださいね。10回もねしっかりと勉強したらね、相当力がつく。ハングルっていうこの組み合わせですね、組み合わせの仕方、それから挨拶、そして簡単なテニオハ、そういったことを初級は勉強します。中級はねもうかなりできる方、独学でいろいろ勉強してきた方が、より文法的なこと、そして発音なんかをしっかりと勉強して伸ばしていく、そんなクラスにしていきたいと思ってます。私が運営しているミレ韓国語学院でもね、中学生何人か、そして高校生も大学生もいてますので、一緒にこう若い人がね一生懸命になって勉強している、それは本当にね頼もしいことですよね。オンラインで簡単につながりますので、皆さんのスマートフォンで十分です。一緒にオンラインで楽しく声を出して、また書いて、しっかりとね勉強していきましょう。そうすると10回終わった時にはね、簡単な韓国語が読めたり話せたりできるようになりますよ。人数限定ですので、どうか今から準備をして、お父さんお母さんとも相談をして、早めにお申し込みください。一緒に楽しくぐいぐいと勉強して伸びていきましょう。お申し込みお待ちしてます。